でしょ。子供でかそう。もう買い物してるねんな。守備練習はねな、3連戦でなくても守備練は、ね、ノックバット持ってるやつおる。スチュワート・ジュニア背番号2。これってさ、ブルーベル踊ってるけど、あんな振り付けあんのかな。いつもあそこで。あ、前行ったりするけど。誰が決めてんのやろなと。ほら。いいやからな。
それ二人で決めてんねやろか。
そうなの。ベルちゃんあそこにおらへんかって、こっちの方におったん。よくわからへん、なんでこっちにおるんと思って。ベルちゃん見とったら入れ替わっとった。近づいたぞ。ダメだ。先生、今シーズン第5号の先制ホームラン、大満点。
新タイムスタート。笑顔で、ね、さあ来ますよ。さあ来ました、山岡さんとハートが来ました。めっちゃラブラブ、いいですね。そしてアフレさん、あーラブラブ。そしてアフレさん、今度はあ宮城さん。どん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 ゆうちゃんがハートを振ると山岡さんのタオル。素晴らしいチョイスですね。ありがとうございます。大きな拍手を。さあ皆さん、行きましょう。じゃあダンス、前を撮ってますよ。見えてるかな。皆さんもナイスプラー、ご参加ありがとうございました。さあそれでは今日のハイライトに行きましょう。今日は観客数、皆さんたちのポーズで VTR を振ってきますよ。昨日の大嘘やと思うんだけど、どうぞご注目。では行きましょう。22,000ハイライ457人。今日はもらったな。的に言うたらやられるパターンの方がありやから。バファローズピッチャー山崎幸也に代わりまして、イラモ吉江さん、幸也そのまま行ってる方が背番号16、イラモ吉江さん。 OK、 登場していってみようぜ。 OK、 登場していってみようか。 OK、 登場していってみるって。
べてマジックだろねって言われようがやめられねえもん。春夏秋冬この季節どこも秋っぽい俺が続けてもう油断させといて無理しすぎあり心はめこのリズムの隙間よーい、シュート素敵、シュート頑張るよ来年も。安心して見てる。フォークボールやろな。よしよしゴー、お疲れ、お疲れ様です。ドラゴンズは1対0でバファローズが勝ちました。ドラゴンズ10勝6敗、先勝投手、敗戦投手、スチュワート・ジュニア、3勝6敗、ホームランはもう、若槻に投手戦第5号が出ています。でも、フォークボールよ、当てよったな、勝ちました、バファローズ9に、盛大な拍手をお送りください。泣かないで泣かないでお願いだよ笑って、サジアの笑顔はいつか世界を変えると信じてるバカだ。ここはうまく泳がせました、ピッチャーのところ山崎サジア。ちょうどハルちゃん見てへんかったよな。高く上がった打球は先進隊ビルオーカー取りました。野口しょうがいボール放ったんやけど、そうや、これや、この辺りはどうか、レフトは向こう向いてそのままスタンドに入りました。アナウンサーが力入っていいの、タツキがここは先制のホームランです。そして3つ目はどうでしょうか。まあもう振ってしまうというようなね、そんなスイングになってしまいました。山崎幸也は今日初めての得点圏、ピンチアウトグラブに当てるボールを拾い直して2塁を送る、2塁ホースアウト、1塁に送ってアウトで打つ163のダブルプレー。ここはどうでしょうか、ファーサイドゴロになる、2塁に送り、1塁もアウト、ダブルプレー。2球目打っていい当たりですが、ショートライナー、自身初の2桁勝利まであと1イニングに迫っています。まっすぐ見逃し三振、祈る山崎幸也、落としていく、打ち上げる、左中間レフトのオーライをかける、サチヤ、放送席
にバファローズファンの皆様、今日のヒーローはもちろんこの2人です。山崎福也投手、若月健矢選手、勝利のバッテリーです。ありがとうございます。この2人交互に聞いていきたいと思います。まず山崎投手、2桁10勝おめでとうございます。ありがとうございます。若月選手、決勝のホームラン、そしてナイスリードでした。ありがとうございます。カメラが一番山崎投手、ここのところ勝ち星から遠ざかり悔しさもあったかもしれませんが、今日はどんなピッチングを心がけて挑んだんでしょうか。ここ最近、本当に不甲斐ないピッチングが、続いていたので、なんとか今日絶対決めるという、強い気持ちを持って臨みました。若月選手はどうでしょうか。今日はどんなリードを心がけて挑んだんでしょうか。そうですね、サチヤさんがなんとか受賞できるように、一生懸命やりました。山崎投手、内容完璧でした。テンポよし、球質よし、フィールディングもよし、ご自身でどんなところ良かったでしょうか。全部良かったですそう言われた全部先に言われた。若月選手はどうでしたか。今日山崎投手のピッチング、どんなところ良かったですか。いや、もう全部です1-0という展開、本当に痺れる場面というのがたくさんありました。山崎投手のガッツポーズ見られましたけれども、今日のそのポイントというのはどんなところでしたか。ランナー出しても、ダブルプレーを取ったり、それは無理な気持ちが、ランナーなしでもと思います。せやろ、せやな。山崎選手はどうでしょう、1対0、これ失点で抑えるのはキャッチャー冥利に尽きると思いますが、今日のこの展開というのはどうでしたか。最高でした。そしてその1点というのが若月選手のホームランでした。山崎投手、このホームランどう見てましたか。ベンチの裏にいて見てなかったです初球で決めたホームランだったんですが、この1点を取った若月選手に一言お願いします。いや、もう今日のバッティングもそうですけど、シーズン始まってからこの2桁まで、本当に若月感謝しかないので、なんかプレゼントします。若月選手、何が欲しいですか。首から下げるこうバッグが欲しいんですよ若月選手にはホームラン振り返っていただきたいんですけれども、初球でした。狙いというのはどうだったんでしょうか。もうピッチャーが投げる前に振り始めましたもう狙っていたということですね。はい、感触いかがでした。あ、最高です。ありがとうございます。山崎投手、改めて伺います。プロ9年目、キャリアハイの2桁勝利、改めてどんなお気持ちでしょうか。本当に嬉しく思っていますし、勝つというのは野手の力もすごく必要なんで、周りの方々のところでやと思ってます。2桁に到達した山崎投手に、若月選手から一言いただけますか。若月選手から一言、山崎投手に2桁勝利についてお寄せいただけますか。昨年までなかなか組めなかったので、今年2桁勝利できたことは、本当に自分のように嬉しく思っています。今後ともよろしくお願いします。さあ、そしてですね、今日はバファローズ今年の入場者数球団記録181万3565人を記録し、1996年の数字を更新しました。本当に今年たくさん入ってくださいましたバファローズファンに、お二人からメッセージをお願いいたします。まずは山崎投手からお願いします。はい、まだ、シーズン終わってないですし、クライマックス、勝ち進まないといけないので、この球場パンパンになるまで、皆さん足を運んで、熱い5000円最後の最後までよろしくお願いします。テレビの前の皆さん、空席がありますよ。おめでとうございました。山崎投手、山崎投手、若月健矢選手でした。最初の競技やな。
仙台の試合も全員でゴール大決Thank you.